お疲れちゃんです、ラットです。今回はですね、こちらのまあね、もう今時代ですよ、時代のねテスラクロスを使っていくんですけど、もうね予想通り、昨日かな、アップデー、昨日一昨日ぐらいかな、まあアップデーがあるぐらいの時にもう絶対ね、もう絶対焼き鳥がねクロスの動画出すと思ったんですよ。もうね予想通り、もうなんかサムネで時は来たみたいなみたいな、もうね、はい、動画出してて、あともうケンツも出してましたね、テスラクロスの動画を出してて、まあみんながね、みんなって言うても2人かそのね、杖言うなら杖でしょうってわけで、まあ僕も言ってたんですけどね、杖デッキ使えば結局勝てるっていうのあるんでね、僕マジでクロスボウ初心者なんですけど、やっていきたいと思いますね。もうなんか焼き鳥にこの前教えてもらおうとしたというかね、使ってるの見てもらったんですけど、ね、もう一瞬で、あーセンスないわってセンスないで見捨てられましたね。教えてって言ったのに、センスないの一言で、辛いですね。もうでもね、テスラクロスマジでね、ワンミスで終わるじゃないですか、まあ、26と一緒か、ほぼ。えマジかよ、やめろ初心者に初っ端からミラー挑んでくんな、めんどくせえ。これだるいっすね。でもこれウッドとかでこの削っとけばいいから、これ困るっすね。クロス置けないもんな、あのクロス邪魔だな、ちょっと邪魔だな。やばやだやだ、オッケー、これチャンス、あナイト抱いて、でこれもうテスラ置いてあげて、はいテスラ読み、あー惜しい、いやー、おやこれ勝てんのこれこれむずくないですか、だってミラー対決ってこれで次クロス来るじゃん、どうしたらいいんだろう、アイゴレアーチャーで処理するか、これね多分先に攻めたもん勝ちみたいなこと言ってたんだよな、焼き鳥が、もうクロスなんか先に攻めちゃえばいいのみたいな、多分。オッケー。あーやばい、ターゲットがやられた、え、ちょっと待って、やめて、あ待って、アーチ優秀、オッケー、これはね許容です、もうね許容が大事だから、オッケー、こんなん気にしないですね。で今クロス置いてもテスラ置かれるから、って感じ。これむずくないですか、え、やば、気持ち悪い、その位置、いやそう届かんよ相手、え届くよ、さては、あ、分かってた。いや、突破できる。突破した。はい。あ、分かったこれ。相手のあの防衛クロスがやばいんだ。次、ここだ。これ絶対来る。そうなんですよね。これやばいっすね。やばい、クロスが多いから、一回耐えて、一回陸でしっかりターゲット取って耐えて、OK。一回引きこもりね。これよ、これ。もうクロスボウの使い手なれる、これねむずいっすね。ウッド削り、アイスピ削り、ファイブ削りはまだだな、え、ずるくね、ちょ待って、こういうことだ、相手のファイブが届かない、これはい、もう相手のファイブ読みの舞、ちょっと待って、やばい、ちょっと待ってくれるかな、相手。これテスラ来るから、クロス来るから。言いますよ。こう構えておいて。来ないのかい、困る。おーい、一回防衛か。まあね。クロス対決はこれ、ちょっと長くなっちゃいますね。これ今相手5使ったっすよ。僕は見逃さないですからね。よいしょ。ここのテスラで、で、ここにクロスなんですよ。焼き鳥がよくやるんですよ、なんか。テスラの近くにクロスボウ置いてあげるみたいな。はい。あ、ナイトね。ちょっとずるいな。俺もナイトぐらいの盾が欲しいんだけど。これ5、あー、届かない。え、うまくね？いや、ミラー対決はずるくね。やったことない、俺。やばい、待って。ちょっと待てよな。あー、まあ、強いのはわかるけど、強いのはわかった。わかったんだけど、ミラー対決はね、知らないんだよな。ミラーでもないしな、これも。ミラーでもない。
これしんどくないですか。ああやばい、負けたやんけ。おいどういうことやねんどういうことやねん。これ無理だ、これもあげん、これ無理だ、諦めた、こりゃ無理だ本当に。でもあれですね、こんな感じでクロスが多くなるのならば、この立ち回りをねしっかり覚えたいですね。マジで覚えたい、覚えたいな。上手になりたいですけどね。でもゴレとかに対しても上手い人なんか余裕で守るじゃないですか。自分もゴレとか使ってたり、ラバとか使っても一瞬でなんか防衛されるんですよね。ゴレダクネのビビドラとか形作ってんのに、普通に考えたら突破できると思うじゃないですか。普通に普通に守られるんですよね。あ、おい、ちょい待って、ちょい待って、ちょい待って、めんどくさい、めんどくさい、ふざけんな、ふざけんな、マジでふざけんな。さすがに怒るよ俺、マジで。そんなことある？マジで俺なんか悪いことした？マジやだ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 、なんか重たい、なんか重たい。もう耐えてる耐えてる、 OK OK。 マジそんなことある？なんかこの前クロスボウメタのねデッキでやったら一回もクロス来なかったよ。違う違う違う、今クロス来なくていいんだけどね。おかしいな、おかしいですね。オッケー、今アイゴル咲いたで、ここに8万円絶対テスラ見て、はいで、ここにウッド来るからスケルトン来なかった、まあいいや、しっかり上げ取って、あーやばい、突破して突破して、うーん惜しいな惜しいな。相手ミニペか、アイゴルミニペテスラ、嫌だなぁ、マジで。こんなクロスばっかなるの嫌っすね、ほんとに。ほんとに嫌だなぁ。ウッドからの、一回防衛クロス。あ、届いてないかも。やばい。いや、大丈夫だ。あ、やった。マジ？ね、これで終わるじゃないですか、クロス。なんか、ね。もうちょっと頑張りたいんですよね。と思うところで、はい、やっていくと。でもこれね、こっから勝つのが僕には分かんない。あ、ファイブ使った、チャンス、テスラ来ないで、あーテスラ来ないでって言ったやん俺、なんで来るねん。 OK、 あーうまい、でもまだいけるっすね、まだいける、全然いける。あ、で次ここにクロス来るんで見てください、よいしょ、あーいしょ、でこの瞬間にもう右攻めます。でテスラ来るから、あーテスラやなかったけど、まあ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 、ウッド来るかな、ウッドやだな、ウッド来ない、でかい、あーオッケー、いいよ、待って、来たくね、あでもこれ5来るかな、5か、違った違った、どっちも違った、あーじゃあオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。で次また黒、あのテスラを読めばこっちの勝ちなんですけど、多分相手は置いてこない、持っててオッケー、そうなんだよね。ここ延命して5打ちて、これな、これな、多分壊しちゃった方がいいんだよな、わかんねえけど、あー出たよそれ、ウッド削り、ウッド削りほどチートのもんないよな、待っておいおい、それはやるわ、それは相手うまいわ。あーなるほどね、まあ、相手は引きこもってファイブだけでタワー落とすと、なるほどね。じゃあ俺も対抗するけど、どう頑張っても無理だなおい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 、どういうことや、どういうことや、これしかおらんやんけ、やめろやめろ、やめてくれ、せめてクロスボウは守る、やだやだ、せめてスペルト落として、あーそりゃね、そりゃそうっすわ、うん、知ってた、マジで、あの僕クロスのセンスないから、知ってた知ってたんだけどね、強いって言うから、みんながみんながみんなが強いって言うから使ってんのに、同じデッキ来たらそりゃ勝てないっすわね。てなわけで、さあラストぐらいね勝って締めたいと思いますが、まあ小物来なかったらいいっすね。 OK あるよ、もうだってもうこの時点でスケルトンとか
アーチャー出てこないイコールクロスじゃない。オッケー、これは勝ちたいですね。墓石、あいやラバだ、最悪だ。ラバね多分むずいんですよ。ラバ多分上手い人でもワンチャン負けるんじゃないっていうぐらい多分。いやーやだわマジで。自分がラバ使ってたらマジで勝てないけど、相手に使われると勝てないやつだ。よくあるやつだ。でも参る。あ、俺のテスラのあれ位置が下手くそだった。さてはこれでもね、弾けた瞬間にファイブ置くか、ファイブでいっか。はい、オッケーで、まあ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 、だから相手は普通のテンプレっぽいですね。縦線墓石だからこれ勝ちたいぞ。頑張ればいけるぞ。頑張れば墓石があるんですよね。もう墓石も無視でいいや。で今メガ5しかないから、あ、そういうことか。なるほどね、なるほどね。これね難しいな、難しいっすね。でも待って、マジでこの1ヶ月が1ヶ月あるんで、今シーズン長いんで、その間にねマジでテスラクロス練習して焼き鳥よりも上手くなって見せます。はい、もう宣言しますね。某焼き鳥プレイヤー、焼き鳥プレイヤーじゃねえよ、焼き鳥だそれ、あのクロスボウプレイヤー、焼き鳥にクロスボウでボコボコにしてみた動画を出したいですね。本当にうまいよ、ほらうまくね、知らんけど。これずるくね、絶対防衛されるやんこんな。これ一発許容したらいいのかな。いやダメだな多分。待ってでも入るやん。いや大丈夫、いや入るんかい。おーちょい待って、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 ちょい待って。いやこれチャンスだ、チャンスだ。置いてきた、置いてきた、置いてきた。チャンス、チャンス、チャン、チャン、チャンス。あるよ、あるよ。邪魔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 、陸邪魔、陸邪魔、陸邪魔。あー待って、陸邪魔、さっきから陸邪魔。オッケー。でこのテスラ置く位置がない。待って、アーチャー邪魔、アーチャーを、アーチャーいるから5を取れる、5を取れる。オッケーオッケー、いいよいいよ。オッケーオッケー。でこれガゴくる、オッケー。でこれスケルトンとか出して、あのパピーのねターゲット、オッケー。でも待って、これ防衛しすぎたのかな。はいはい、お、あの、あーうまいですねあの位置。ちょ、僕もねしっかりねこの囲みをね作っといてあげると。オッケー、ラバ展開した。ここでもログやって、オッケー。あー、バルーンだな。そうなんだよな。これ多分ファイブで、よいしょ。え、勝っとくね。いや待って、逆に負けたくね。ちょ待って、ちょ待って、違う違う、忙しい忙しいな、クロス。これスケでターゲット取って、あー。で、アーチャー出して、オッケー、オッケー、オッケー。今、相手5打ったから5ないし。これ5で防衛できるしね。これ、外したらどうしよう。待って、待って、やばい、やばい、待って。待って、待って、待って、違う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 、俺は負けない、俺は負けない。ちょい、待ってよ、待って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 。おーい。そんなことある？これ、あれだな。使える人じゃねえと使えねえわ。あのババコヤとかの方がよっぽど楽だわこんなん。ね、何が強いやテスラクロス。いやー、それでダメですねこれ。やばいやばいやばい。まあそういうこともありますね。まあ1ヶ月後ね、マジで焼き鳥をクロスでボコボコにする動画を出します。はい、もう宣言しますね。はい、でこっそり練習してきます。はい、というわけで本日環境で強いって言われてるデッキ使ったけど、結局3連敗でしたね。はい。強くなかった。ババコの方が強かったです。はい。終わります。お疲れちゃんでした。